どうもこんにちは、ムッチンです。今回も早速魚付きの動画を楽しんでいただきたいと思うんですけど、今回の動画はですね、取れ高が少なかったり画角がちょっと悪くてなかなか編集が難しかったものをギュッとまとめて1本の動画にしてみました。なので見えづらい部分もかなりあるんですけど、できる限り楽しんでもらえるような動画にまとめたので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。それでは早速見ていきましょう。全部で3日間あります。まず1日目はですね、画角がすごく悪かったんですよね。なのでかなり見えづらい部分もあると思うんですが、ぜひお楽しみください。とりあえずまずはいつも通り魚を探していきましょう。上から見ているとですね、たまにキジハタが顔を出したりしていたので、キジハタが取れたらいいなと思いながら潜っています。今テトラの下あたりを覗いてるんですけど、やっぱり僕の目線とはちょっと違いますね。かなり見づらくてすいません。さっきこの辺でキジハタを見かけたんですが、なかなか見当たりませんね。少し時間を空けてからまたここに来てみましょうか。というわけでちょっとテトラの周りをぐるぐる回ってみたいと思います。するとですね、目の前に食事中のクロダイを発見しました。すぐ逃げるんだろうなと思いながら森を向けてみたんですけど、全然逃げないんですよ。お、今ちらっと見えましたね。こんな感じで僕が近づいてもずっと海藻をむしゃむしゃ食べてます。おそらくこっちに気づいてると思うんですけど、全く逃げないので狙ってみることにしました。そしてこの日はですね、申し訳ないんですけど、つくシーンが全く映ってないので、こんな感じで絵で解説していきたいと思います。今僕が近づいていったらですね、クロダイの方から体を横にして狙いやすい体勢になってくれました。そしてよく見るとですね、目はこっちを見てるんですよね。こんなに見られているとちょっと狙いづらいんですけど、今日はまだ獲物が取れていないので狙っていきたいと思います。よし、じゃあ狙ってみましょう。クロダイはここにいますね。体が横になったところを狙ってヒット。よし、つけたんですがお腹に当たっちゃいましたね。ちょっと内臓が出ちゃってます。ごめんね。ほんとこのクロダイは最後の最後まで逃げなかったですね。はい、というわけで見えづらくて申し訳なかったんですが、まずはクロダイをゲットすることができました。続いてはですね、さっき見つけたキジハタを取りに行きたいと思います。この辺りに逃げ込んだのが見えていたので、すぐ発見することができました。でもやっぱりカメラの角度が悪くてキジハタが映ってませんね。というわけでまたイラストでイメージしてもらえたら嬉しいです。今こんな感じでキジハタがホバリングしながらこっちを見てるんですけど、ちょうどにらめっこしてる感じですね。さっきのクロダイと一緒でまた視線を浴びてるんですよ。とりあえずキジハタがどっちかに動いた瞬間に狙っていきたいと思います。それでは実際の映像をご覧ください。見えないですけど、この矢印の先にキジハタがいます。横に動いたところを狙ってヒット。よし、当たりました。手繰り寄せてみるとまたお腹に当たってしまいましたね。お腹に当たるとですね、結構見切れしやすいのでちょっと避けたい部位ではあるんですが、なんとか手繰り寄せることができました。というわけでこの魚が今日一番欲しかったキジハタですね。綺麗な模様してますね。味の方も絶品な魚です。この日の映像はここまでになるんですけど、本当はですね、もう少し大きいキジハタをもう1匹だけついたんですが、カメラの電池がなくなってしまって撮ることができませんでした。それではまた別の日の映像を見てみましょうか。この日はとにかく魚影が薄かったんですけど、なんとか夕食のおかずをゲットするために頑張ってきました。それでは一緒に見ていきましょう。この日は夕方に潜ったんですけど、刺身になるような魚を 2、3匹ついてサクッと帰ろうかなと思っていたんですが、まあなかなかそんなにうまくはいかなかったですね。こんな感じでずっとテトラの下あたりを散策してたんですけど、見える魚はですね、ほとんどがフグなんですよ。ほんとこの日はフグしかいないのかなっていうぐらいフグだらけでしたね。でも家族にはおかずを取ってくると約束したので、諦めずに探していきましょう。少し場所を変えてまた魚を探していきます。
するとですね、上からある魚を見つけました。気づかれないように慎重に近づいていきましょう。先に言ってしまうと、発見した魚はヒラメですね。皆さんどこにいるか分かりますか？この中のどこかにいます。さあどこにいるでしょう？もう分かりましたかね。正解はここです。今回は結構分かりやすかったですね。早速狙っていきましょう。なんとこれを外してしまいました。でもまだ近くにいるはず。もう一回探してみましょう。逃げた場所を目で追って止まりましたね。もう一回狙っていきます。獲物はここにいますよ。さあ次こそ。ヒット。ふー、よかった。今度は当たりましたね。逃げられたら嫌なので迎えに行きましょう。近づいてみたら思ったより小さいヒラメでした。刺身はちょっと厳しそうですが、焼いたらいいおかずになりそうなので塩焼きでいただきたいと思います。よし、じゃあこの調子でもう一匹ぐらい探してみましょうか。するとですね、目の前にクジメを発見しました。そんなに大きいサイズではないんですけど、今日は他に獲物が見当たらないので狙っていきましょう。一発目は外れ。もう一回当たりました。よかった。二発目でなんとか当てることができましたね。もう一回スローで見てみるとこんな感じです。根魚はやっぱり瞬発力がすごいですね。綺麗に避けられて後ろの岩を打ってしまいました。そしてこの2回目でようやくヒット。これで今日はなんとか2匹の獲物をゲットすることができました。こうして今日取れた魚を見てみると、ちょっと今日の収穫が寂しいかなって思ってしまうんですけど、まあこんな日もありますよね。しかもいつも以上に動いて魚を探し回ったので、この日はめちゃくちゃ疲れましたね。今日は小さい獲物でしたが大切にいただきたいと思います。それではまた別の日の映像を見てみましょうか。次はさっきとは逆で、チャンスはあったのにミスを連発してしまった日です。それでは見ていきましょう。この日の海は透明度もあってすごく綺麗でした。よし、早速獲物を探していきましょう。とりあえず潜ってみると、映像では確認できないんですけど、前方に大きめの石台を発見しました。これを狙っていきましょう。ここでようやく見えましたね。ここに2匹の石台が見えています。この後寄ってきてくれるかなと思ったんですが、僕が近づいたせいで逃げていってしまいました。これは残念です。少し移動してまた別の場所を探してみましょう。潜って顔を上げてみたら、目の前から石台が近づいてきてました。これはチャンスと思ったんですが、よく見るとですね、思ったより小さかったので、この石台はスルーすることにしました。するとその直後にテトラの裏でぼーっとしてるクロダイを発見しました。まだ僕の方には気づいてないと思うので、このテトラに隠れながら近づいていきましょう。おそらくここの裏側にいます。そーっと覗いてみますか。お、今ちらっと見えましたね。ここにいました。ちょっとテトラが邪魔ですごい体勢になってるんですが、このまま無理やり狙ってみましょうか。頼む、当たってくれ。ダメか。わずかにクロダイの上をかすめていってしまいました。これはめちゃくちゃ悔しい。スローで見てみるとこんな感じです。これはいけるパターンかなと思っていたんですが、わずかに上を行ってしまいましたね。うわー、悔しい。まだ魚が取れてない時にこういうショットをしてしまうと、この後の魚つきも焦っちゃうんですよね。悔しいですが気持ちを切り替えていきましょう。
するとですね、この後もう一度同じようなチャンスが回ってきました。状況としては直機の先端がダルンダルンになっていたので直そうとしていたらですね、目の前をゆっくり泳ぐクロダイを発見しました。これは多分つけるだろうと思ったので急いで潜って追いかけています。しかもこっちに向かって泳いできてますね。さあ今回はうまくつけるでしょうか。うわー、まさかの外してしまいましたよ。いや絶対これはいけたでしょっていうショットでしたね。しかも思い返してみると焦って潜ったのでゴムも全然引けてなかったんですよね。うわー、これは悔しい。もう一回チャンスがあったら絶対取れるのにって思っちゃいますね。だから諦めずにもう一回探してみましょうか。そんなことを言っていたらですね、本当にもう一回だけチャンスが回ってきました。おそらくこれがラストチャンスでしょう。状況はほとんどさっきと一緒で、目の前をゆっくりクロダイが泳いでいます。今度はしっかりゴムを引っ張って潜っていきましょう。クロダイはここにいますね。さあ今度はつけるでしょうか。ヒット。よし、今度は当たりました。でも腹の部分に当たっているので見切れしないようにゆっくり手繰り寄せていきましょう。あんまり暴れないでくれ。よし、掴みました。これで安心です。よかった、最後の最後に取れましたね。もう一度見てみましょう。ここでちょっと警戒されたので逃げられてしまうかなと思ったんですが、なんとか森が届いてくれました。もう最後はど真ん中でいいやって思いながら打ちましたもんね。この日はずっとミスばかりしてたので、この1匹が最高に嬉しかったですね。というわけで最後の1日はこのクロダイ1匹だけだったんですけど、僕としては嬉しい終わり方でした。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。なかなか見えづらいシーンもあって申し訳なかったんですけど、最後まで見ていただきありがとうございました。今後も楽しめる動画をアップしていきたいと思いますので、よければチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回もお楽しみに。ではまた。